孔子廟頭碑の字の美しさ、四角く収めないところとか、多彩な筆遣いなんですけども、例えば真珠、長い右払い、四角く収めたところから出すという構成、ちょっと書いてみますね。まず首の字がこうあります。もうすでにいろんな工夫がされているんですけれども、この右上がり、ここから比べると長野が強い右上がりになっていたりします。少し傾いてます。まっすぐ書かれているわけではなくて、少し前傾姿勢。まあ、それに合わせて、真珠もですね、点からこう、斜めに、こう、この真下じゃないですね、ちょっと中に入ったところからの、右払い。なのですが、出るんですけれども、で、中をこう開けるんですね。で、ここは直線に対して曲線、構成という。で、ここ広く取って四角くなったところで払いをそれから出すと、こういったところも真下ではなくて、こういう動きをつけて少し前傾姿勢にすることで動くという構成をとってます。次、この日の字なんですけども、たかだかこれだけなんですけども、いろいろな線を使ってます。まず最初の筆の入り、穏やかに入ってるんですが、わずかにこれ膨らんでいる線に対して、その横へ、で、ここからこれでだんだん細くなっていって、寄せての、だったこれだけのことなんですが、縁を取ってってみると、少し膨らむ。こちらが大きく膨らむ。で、ここが一番太いんですね。で、あとはだんだん細くなっていく。だから上が太くて下が細いなんですよ。で、肩やここ少し丸くて、上が太くてだんだん細くなっていきます。で、最後寄せて、で、中ここを開けて、で、結ぶと、こういうことですよね。だから外曲線、全部曲線かというとそうでもなくて、直線、こういったところは直線、ここは曲線。だから曲線と直線の組み合わせということとか、あえてつけないこととか、ちょっと出すとかね、そういうことで、こう少し寄せるんですが、こちらは、ここは直線で真下へ、太さを細くして、
左へこう寄せる、全体にこう寄せるっていう書き方もあるんですけど、左側はまっすぐ下へということで、少し下が絞れてるような形に見えると。で、次もですね、こう四角く収めてるところで右払いで打ち破るということになるんですけれども、どういうことかというと、まず上があって、でこれよりも少し強い右上がりがあって、でこう絞った状態でのほぼ真下ちょっと出るぐらいで、ここで点の中心より少し左からでの跳ね上げて、これより出る形で、でここからでこの外で右払いは抜くという形を取ってるんですよね。で、縁取りしていくと、こういうことなんですよね。左払いがあり、縦角があり、で打ち込んで、の右払いと、こういう構成と立て付けですね。この入り、この止め、こういったところですね、穂先を見せてます。で、これ当てて押している、こういったところも押し上げている。で、ここからこう抜いて払っている、ほぼ横へとっていうことなんですけれども、どうでしょう、ペン字の世界だともう少しこれ左出して、もう少し左から書いて右払い、ここまで長くしないで、まあ収めるということなんですけれども、無線7個種平等比だと、こう右への払いを大きく出すという構成をとっています。ではそういう見方をして、隣の3文字手の字、時の字、その下の字も見ていこうと思うんですね。思い切ったことをしています。ちょっとこう欠けてますけれども、点が打たれた後、縦角があり、でここからですよね、かなり横へ、斜め下へこう降りるというよりはかなり横へという意識をして書いた方が近くなると思うんですよね。まあ普段書いてる字だとかなり上からこう降りてきて
だと思うんですけどもね。で、時についてもいくつかあります。ここではあまり長く聞かない、でなおかつ太いという、これももっと長い字とかこう長く弾いているとかっていうのもあるんですけどね。ここで登場する時を書いてみると、で寺ですよね、少し右上がりがあって縦があり、ここって横角が来て、さらにここからですよね、ここにしないでここから欠けてる可能性もあるんですけど、で結構太く短くして、でここで、で大きく中へ入って跳ねて、でこの縦より中に点を打ってると。でさらに次のうち、辺と作りの関係で作りの方が幅が特にここ長くなるんで、広くなるんで、どういう工夫をしているかというと、で次草冠よりも幅は抑えて、さらに右辺の張り出しを抑えて、細い線を使って で、 できるだけ作りのために場所を確保して、でしっかり長く、幹が邪魔するものがないんで長く切って、ということですね。これがあるのでここをつけすぎないということだと思うんですね。さあ次、もっと難しいバランス、今のミ、ミノルのミはこんなに2つじゃないんですけど、これはここ強いし、真ん中より左に点を打っていますし、これ右へ長く出ていて、なおかつカワイが中心のこの点、ここを中心とするんであれば左に打っているという考え方もありますけどね、こう真ん中より左に打っているってかなり強いですよね、この浮かぶで右へ相当こう長く余裕を持っての母の字を思いっきり長く引いて、さらにここへ、これが長いで、この点から意識して貝の字をこう書くと、いう構成ですけど、ここを今ちょっと潰しすぎましたよね。もう一回後で書きますね。何が違ってしまったかというと、この長さとこの位置ですね、もう少し高さがなきゃいけない。で、た、が来て、で、その下に心。少し左からで右から、これもなんかもう少し太くした方がいいですねという、でここ
こからですよね。で、この外へ、これ長すぎて今歪んでしまいましたので見かけますけれども、でここから結構離れたところへ点を打つと、で次が山水がだんだんこう点が外へ外へ左へ左へ行っています。で点があり、これは逆に少しずつ右へ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 左へ左へという末広がり、もう一回書いてみます。このくらいの長さ、で、貝の地、で、もうは中もしっかり引いて、ということですよね。で、少しずつ左へ。こちらは右へと、さあ隣の字も書いてみますね。これも動きがあります。ここ一直線に並んでいるところとか、この動きですね、この行ったり来たりしながらのこう揃えて抜くということとか、この右払いですよね。かなり短いですけど、たっぷりとした線で書かれてますね。で、少し高さがもう少しあった方が良かったか、3ミリぐらいこう下がっててもよかったかな。これ欠けてるのかどうかが変身ですよね。でもこのぐらいにあった方が落ち着きますよね。あとでもう一回書いてみましょう。こう右上がりにして
ってこっからはもう推測っていうか他の地から多分このぐらいだろうと。でこれもつけないんですよね。で侵入ここの動きがもう少し沿ってもよかったかなというところですね。これが広がりすぎていることもあってこれが長くなりすぎた感じがあるのでもう一回描いてみます。かなり直線的に見え払いが描いています。で、この位置。もう一回描いてみましょうね。これぐらいはあった方がいいかな。これから少し出る程度に抑えて っていうところですね。で、しっかり最後まで。そういうことでしょうかね。これはちょっと太すぎてそこが狭くなってしまいましたけど、こういう天格の配置を無造作ではなくてねかなり意識をしてこう揃えるということを意識して書くとこの行き上がりだとかね三角の構成だとか愚瀬名が意図している字に近づくかなという感じがします。いずれにしてもね、欠けが多い部分ではありますけれども、それでも多分推測からこうかなというふうに言えると思います。こういった天格の配置とか筆使いっていうのが、まあ、旧石油冷製面とまた違ったね、難しさがありますけれども、それが欠ければ、孔子廟堂碑の美しさとそこに秘めたプラスアルファが表現できるかなというところですね。